ホーム湖線橋から見た構内の様子西出口には水車の形をした時計がある。野戸川駅は滋賀県東大見市林町にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA17。琵琶湖線の愛称区間に含まれている。2 0 0年1月1日に神崎郡野戸川町が編入合併で東大見市となり、東大見市内で 唯一の JR の駅となった。私鉄も含む東大見市内の全14駅中で最も乗車人員が多い。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線計2面3線のホームを持つ地上駅で橋上駅舎を有する。2003年に改築された駅舎は旧、能戸川町のシンボル、水車をモチーフとしたものになっている。水車が有名な川だが、 かつては、駅のプラットフォームに給水塔があり、蒸気機関車の給水駅であった。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅。2003年11月1日に IC 乗車カード、アイコカの利用が開始された。トイレは改札外のみ。緑の窓口は2012年3月31日をもって閉鎖され、緑の券売機プラスが導入された。ただし、 窓口の閉鎖以降も JR お出かけネットや時刻表の案内では緑の窓口の設置駅として表示されている。エクスプレス予約や E5489 による切符の受け取りが可能。乗票の路線名は旅客案内上の名称で表記している。線路の構成はとなっている。 上り向きは、環急接続ができる構造で、3番乗り場では、平日は3本、土曜、休日は1本、新快速との相互接続を行う普通電車が、設定されている。それ以外の前原方面行きの上り列車の停車には2番、乗り場が使われる。ラッシュ時を除き、日中時間帯は1時間あたり4本が停車する。滋賀県統計所によると、 一日平均の乗車人員は以下の通りである。東口周辺は戦前から続く商店街であり、再開発も一部に止まっているため、ロータリーや道幅は狭い。現在の西口周辺にはかつてに新房、能戸川工場があったが、海外への生産拠点移転によって2001年に閉鎖されることになり、跡地は 当時の能戸川町の町づくりに合わせて再活用されることになった。2003年3月に、京城駅化して西口広場が完成し、駅西の土地区画整理事業も完成した。当初、この駅は現在の位置より 1km ほど、京都よりの能戸川村に開設される予定で、駅名も村名から、能戸川と決まった。しかし、能戸川村付近は、 軟弱な地質であることが計画段階で分かったため、位置が変更されることになった。その際、ヤワタ大技、かきの地主が土地の無償提供を申し出たため、ヤワタ大技かきと五ホ村、大技林の境界にまたがる現在の位置に駅の開設が決まった。しかし、駅名をめぐって五ホ村とヤワタで争いが起こることを避けるため、 当初の予定地であり、当時琵琶湖につながる港町として比較的知名度の高かった野戸川がそのまま駅名に採用された。元は桑畑が広がる土地であったが、野戸川駅前は周辺地域の玄関口、中心市街地、商店街として発展し、野戸川は本来の野戸川村よりもの戸川駅周辺の地域名として浸透。1942年に、 後方村、八幡村、のと川村を含む、周辺5村が合併した際、駅名から、のと川町と命名され、駅名と自治体名が一致することとなった。1889年7月1日に、前原駅、彦根駅、八幡駅、草津駅と同時に開業した歴史を持ち、日本旅行協会発行、記者時間表を見ると、二等信頼者と食堂者を、 連結した東京発大阪行37列車の停車駅だった。この列車の名古屋からの停車駅は、尾張一の岐阜、大垣、前原、彦根、能登川、大見八幡、草津、大津、京都、大阪のみで、後の準急や、急行並みの停車駅だった。統計資料、辻吉木、関西鉄道考古学探検、JTB パブリッシング2007年発行。 ありがとうございます。